はい、皆様こんにちは、こんばんは、梅です。ですね、今日もクラスマッチランキング戦の方なんですが、ちょっと一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。ちょっと今カップ戦のまあ最中なんですが、ちょっとなかなか時間が取れなくて、ちょっとクラスマッチぐらいはちょっと頑張りたいなと思っています。今回も呪いメインのマデッキでちょっと勝負していきたいと思っています。さあ、相手神ターンが来れば熱いんですが、おーっと、回復耐久っぽいですね、これは。押し先行も取れたんで、なんとかいけるかなって思います。さあ、じゃあとりあえず、ククルカ置いていきます。で、最近、やっぱ竜輪が流行ったせいで、呪いとか毒が減ったんですけど、そうするとやっぱりこういった回復耐久が結構出てくるようになりましたね。まあちょっと自分、回復耐久あんまり好きじゃないというか苦手なんで、ちょっとまあ呪いもあるんだぞってことで、ちょっとやっていきたいと思います。で、とりあえずシーラザード出されないように、ハロウィンアルカードでロックしていきます。まあこれ多分、ロックで多分出てこないと思うんで、そうすると熱いですね。OK です。いい感じですね。とりあえず、で、そこに打ってきたってことは、もう多分次も多分相手シーラザード出せませんので、OK、タイガーリリーとりあえず下に打っていきます。OK、ああ、いいですね、強いですよ。シーラザードにかかってほしい。あ、OK ですね、呪いもいい感じで入ってきますね。まあ、これで次も出せないので、呪いがまた入っていくような形ですかね。回復されたが300なんで、そんな痛くないですね。あ、いいですね。ワンチャン来たんで、とりあえず、どうしようかな。あ、じゃあこっちに置いていきます。で、この次も多分相手出せませんので、いい感じですね。さあ、相手、どこ置いてくるでしょう。おっと、ここでオーバーロードですね。ちょっと相手からするとちょっと痛いかなって感じですかね。さあ、オッケー。あ、意外に回復コンボ強かったですね。で、次、あ、いいですね。カリーシャ出たんで、とりあえずカリーシャを打って、まあ、シラザード多分次の手で出されるんで、シラザード以外を呪うような形なんで、いい感じだと思います。さあ、どうだ？いって、これで出してきますよね。呪いが1枚なんで、これもうちょっとペース上げていかないと、ちょっと削りきれないかなって感じなんですけど、ベルゼブブ、いいですね。とりあえず、右上置いていきます。これ多分もう勝ちですね。多分勝てると思います。大丈夫です。さあ、呪いもいいですね。いい感じです。さあ、次相手、これなんだ、ヒアソフィアか。ヒアソフィアなんで、とりあえず、春とハロウィンアルカードをコンボして、打っていきます。よし、いい感じです。さあ、OK。843でも、少しでも削れれば、だいぶいいですね。で、呪いも重ねて入ってきます。相手、次、何置いてくる？おっと、スイカ。かな、これ多分回復しても多分春のコンボ動線繋がってます。ルックスリアもいますんで、ルックスリアと春コンボしていけばいけると思いますので、勝てると思います。ここでいきます。さあ、 OK ですね。はい、飛ばしていくって感じです。 OK です、ありがとうございます。まあちょっと最近まあ回復耐久多いんで、ちょっとまあ、呪いとかまあマデッキとかでちょっとやって、まあちょっと牽制しながら戦っていきたいと思います。じゃあ今日は皆様ありがとうございました。またちょっと頑張っていきます。